それでは、決勝進出サイモン・ジャップさんが決まりました。反対の対戦相手を決めたいと思います。クールレッコ出てきてください。クールヤッキー。クー、さあそれではこの試合のビートをダリミックス聞かせてください。先攻クール、後攻レッコの発射ずつ4ターン勝負となります。準決勝 B ブロック、レディーファイト。よー、光と影交わる交差点、レッコ久しぶり、何ヶ月ぶりな体験、対面しても目と目合わせ楽しむラッキン、そんな感覚でいきますか、マスターベーションじゃないラップを見せますか、ミニにマスターマスターからハッサーじゃねえぜ、俺と前にラップの制限どうタイマーライ、yeah.前もアドレナリンの時に戦った、そん時もこのジャケットを着てた、仲良く覚えてんだリメンバー、yeah、今日はこの場所にエンターテイナーじゃなく生まれるはず名場面が、yeah、俺は本物のプレイヤーだ、方向転換はなって成果上げてく、何ヶ月ぶりのバトルでも過酷な中で俺は加速していく、俺はゲットファスターだ、yeah、本物からゲットも勝ちも気にしない、俺は自分のもん、俺の辞書にないオリジナルしかない語道を実証、火付け役なくフォーム045ショーペンシル、音にレディゴ乗っかってる奴が楽しんでる状況、レッコぶつけてく、Yeah、ぶつけられたらさらにぶつけてく、これの俺のライブ、これを俺は続けてく、 Yeah、 もうすでに信念を捨ててるやつとは違い、俺は負けない、だからこそここに立ってる、 Yeah、 簡潔的に言葉を終わらすことはなく、この場所でこだわるもたらす、でも開会閉じして漏らさず全員をぶった切るようなライブ、俺のスキル、あんたはここで力尽きる、 Yeah、 結果何を言いたいのかさっぱり、イントライムの違いがまるでさっぱりしてる、やっぱり俺はフェイクなしな1984バッタリ、合わない偶然も自然のうちで当たりないような感覚で1984マイク持ってそれぶつける、蝶と蜂のように待って感覚で俺も楽しんでる、ダニミーサンキュー、音調子いいぜベビー、調子いいぜ、俺もそう DJ とはまた違ったバンドの楽しさがある、アンドジョー俺はアウトローまで止まらずに進んでく、まっすぐ常にケンチバックス、 Yeah、 リラックスしてるクール、サンド目の前で俺は伝説を作る、もしくはグルーヴ、これが柳瀬のブルース実から持ってきた消滅、ここで見せる発祥説、 Yeah、 発祥説もあ超絶、勢いで追い越してくプロペラが回り出してく、ペラペラ喋るだけの中毒者かね、俺はラッパー心伝える MC だぜ、はい、それしかねえんだって、スキルじゃねえところもあるのを理解、お別れ別れはないけどここでアクション求め、友達と次は音源で会いたいね、いえ、別れ出会いいっぱいある巡り合いの中でひたすら繰り返すクリスタイル、いえ、お別れだろうと関係なく俺はここでステージ連呼にお任せ、いえ、扱っても全部取っ払った俺たちはナンバーワンだ、そう信じてここでマイク握ってるダディミックスの中でシンプル、俺がそうこだわるのはこのイークブってことだ、シュロー、それでは安定の方に行きたいと思います。先攻クール、後攻レッコ、勝者クール、レッコに大きな拍手。レッコちゃん、なんか一言ありがとうございました。マジで久々に皆さんと目の前でラップできてよかったぜ、イエー、新アドレナリン、ありがとうございました、エースさん、イエー、レッコ大きな拍手。のんき VS MC にがり、にがりやで、にがり、あ、こっちだった、おい、いや、だから思考踏むな、土俵ちゃう、
土俵になっとるよ、おい。はい、そうなら、ビート聞かせてください。待て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 、カンカカンカカン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 みたいなやつ来んのかなと思ってんけど、はい、相撲のそれないでしょ普通のビート来てんないでしょ、それあったらいいな、みたいな。はい、じゃあじゃんけんしてください。言うてる言うてる選んでやるとかねえんだ。さっきの昭和の方々全員選んでやる選ばしてるとか言ってましたよ。高校で頑張りたいと思います。いや、のんきすごいな。一体何秒前まで読めたりするの。もう大体もう高校で頑張りたいと思います。頑張ってください。行きましょう行きましょう。イエイイエイイエイ、レディーファイト。今日この土俵上上がったが先行でも余裕の表情と根性全部見せるぜ横綱対決光り掴む東京孤独な街で俺が夜明けになったとかうるせえ今日全部見せつけてやるだけだぜ昭和の先輩胸を借りるでもラストに100倍返して問題ね。よう、猪狩太ったかい。やっぱ俺は無論やばい。横綱対決横綱もう一人はどこっすか。まだまだ横綱には早い。小結びそれか前頭、うん、今日はダメかしら。1回戦負けおしまいグッバイ。でもこの体験見ろ前頭、いや相撲では負けなしさ。いつも押し出し常にノリノリ。こんなフローで繰り出してるにがりとのんき。いつものようにこんなフローに全部乗せてフローは全部巻き込んでいく。どっちかやべえ無能やばいのこっちこいつ無能じゃない。えいよ相撲負けなしか。相撲じゃねえからあれだしな。相撲はしたくない。なぜなら MC バトルでしょ。よ、君が押し出し、寄り切り、なんでもいいけど俺はかなりの上手だけ。俺の方が上手だぜ。今日上手だけど下回ってない。こいつ俺より下回ってないし、それだけ押し出し、ちょっと俺に負けそうでドキマギしてる。こいつ焦ってきた。今日は強いにがりが帰ってきた。今さらでいくエイジや。今日は俺の一人のステージさ。正直気にしねえ勝ち負け。どんだけ自分の味出せるか。間違いねえ。それができなきゃマジ出せ。気をつけろそこのさじ加減。よ、明日は武道館。その前に俺に買ってこいよ武道館。えいよ、あともう一個は調理パン。そこのセンスを問いたい。何を買ってくる。いや何も買わねえ。売られた喧嘩そこ買ってやるだけ。それでラスト勝った喧嘩で俺が今日は勝ってやるだけ。勝ち負け自分の味出せた上で全部かっさらう。イエロー吹かす神風。俺はマジだぜこんなマジなめ。時と味わえ名声になろう。喧嘩売ってない。パンを買ってこい。言っただけ。売られた金貨を買うぜ。売ってない。パンはローソンに売ってる。だから買ってこい。ブローパンとあともう一個はセンス。何買ってこい。終了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 。何の話やっとんの。めっちゃイケてたけどストーリーになぜか引き込まれたけど、そういう設定もなっとるやんみたいな。まあじゃあ一応聞いてみましょう。先行にがり、ここロッキー。なんでにがりの時に一票足すねんお前。本当に勝者にがり、ロッキーの方で拍手。いやよかったっすね。めっちゃよかったっす。はい、あー、よかった。